ある程度ね、ムラがあっても全然平気。ネギッチをパラパラっと。どうも、芋野郎です。今回はですね、芋野郎を作る究極のポテトサラダです。僕ね、前にね、至高のポテトサラダっていうのを作って、それがですね、ベーコンと黒胡椒とニンニクをがっつり入れた、もう酒飲み専用ポテトサラダだったんですけども、なんと今回はですね、酒飲みじゃなくても最高に美味しくいただける非常に美味しいレシピ、和風に作るポテトサラダです。材料がね、めちゃくちゃ少ないんですよ。なのに調理方法でこんなにうまくなるか、そんなポテトサラダをチャチャってます。リュウジのバズレシピ、材料紹介です。まずですね、この玉ねぎ 60g 4分の1個です。調味料に入るか微妙なんですけども、これはね、かつお節、はい、4g 用意してください。たっぷり入れます、かつお節。今回和風なんで、かつお節の香りみたいな、ね、そしてガジャイモです。噂のガジャイモ4個で大体180〜300g、皮を剥いた状態ですよ。280g や 300g のものを用意してください。ということで、今回はじゃがいもを剥いていきます。ということで、今回ね、和風ポテサラなんで、和の心を理解しなきゃいけない。和の心っていうのは日本酒じゃい。わかったか。今回は博する大吟醸、もう日本の心を理解しよう。一人で飲むのはね、やっぱね、寂しいので、やっぱ今回はね、酒仲間を呼びました。達也、乾杯。酒チュッチュ。後ほども日本酒チュッチュしますから、はい、やっていきます。まずね、お野菜切っていきましょう。玉ねぎスライス、こんな感じで、まあ薄切りでいいです。はい、まあ若干太くて、あ、でもね、できるだけ薄い方がいいですね。今回はね、このポテサラって具材が少なすぎて食感がないんですよ。なんで、この玉ねぎはね、若干ね、半生ぐらいでやるんでね。で、あまりに厚く切っちゃうとほぼ生になってちょっと辛くなっちゃうんで、なんでできるだけ薄めの方がいいです。はい、これぐらい、何ミリって言ったの、これ、まあまあ 薄めでね。で、玉ねぎで、これを4等分していきます。じゃがいも、じゃがいもです。俺なんて言ってんの、玉ねぎ、じゃがいもなんだい。じゃがいも、じゃがいもです。はい、で、これはちっちゃいから4等分、おっきいやつだったらね、6等分ぐらいしてもいいと思う。はい、で、これね、でポテサラってすごい難しいって、めんどくさいっていうイメージあると思うんですけども、今回ね、レンジ使って、時短でありますんで、でね、茹でても美味しいんですけども、レンチンもめちゃくちゃうまくなるんで、はい、そんなね、こだわんなくていいです。はい、で今回はね、僕がこの間ちょっともらったほうきのね、直火対応なのにもかかわらず、なんとレンジも使えるっていう優れもののスキレットがあるんですよ、これ。はい、で、これを使っていきたいと思います。試しにね、ここに R って書いてある、 R って書いてあるんだけど、なんかそのリュウジの R らしいですね。はい、販売するかどうかは使って判断します。はい、大さじ1半ですね。はい、の白だしを入れます。このじゃがいもの水分だけでも蒸せるんですけども、白だしを一緒に蒸すことによってじゃがいもに非常に美味しい味がつくんですね。なので、ね、これはね、入れてください。まあ、ちょっと蓋があるので、ちょっとこう、ちょいずらし、ちょいずらしでね、これで6分20秒、ちょいずらしで6分20秒。じゃあペッピーになりましたんで、ちょっとチュッチュしていきたいと思います。ほら、ここ持つと熱くないよ、これ。いつも熱々ってやってたでしょ。で、ラップも必要。で、ここ熱いんだ。ここ熱い。はい、すると、はい、どうでしょうか。おう、いい感じに。で、こうするとこう潰れていくと。はい、で、まあポテトマッシャーとかでね、グニグニ潰すやつあるじゃないですか。キテレツ大百科のオープニングに出てくるやつみたいなね。あれは、ある方はあれでいいんですけども、ない方多いと思うんで、今回フォークでやります。はい、ほら、グニグニと潰せ。でね、ある程度ね、ムラがあっても全然平気。ポテトサラダって、これ豆知識なんですけども、潰せば潰すほどマヨネーズが必要になってくるんですよ。
じゃがいも粒子が大きければ大きいほどマヨネーズそんなに絡ませなくてもポテトサラダになるっていうね、数説がありまして、だからね、粗くで大丈夫です。そんなちょっとコロッとしたのもいるぐらいでいいです。で、ここで注意しておいていただきたいのは、この状態でちょっと粗熱を取っちゃうことですね。ちょっとかき混ぜながら。で、粗熱を取らないとどうなるかっていうと、玉ねぎに火が入りすぎて玉ねぎしなしなになっちゃうのと、あと、その後マヨネーズ入れるんですけど、マヨネーズ分離してしまうっていう、その、可能性がありますので、こんな感じでね、フォークで潰して、混ぜたらこうなります。はい、大体これで、まあ、60度から70度ぐらいかな。はい、ってなったところで、玉ねぎを生のままだとあまりにも辛すぎるんで、ここで玉ねぎをバサッと入れます。で、全体混ぜ合わせる。これで玉ねぎの温度で、このポテトが冷めますし、で、玉ねぎにはある程度の火が通るっていう寸法ですね。そうするとね、玉ねぎ混ぜるとね、もう本当にね、触れるぐらいまで熱くなくなるんですよ。で、大体人肌ぐらいだなっていうぐらいまで、混ぜていくと冷めてくるんで、冷めたらマヨネーズ入れるんですよ、皆さん。もし心配だったらね、ちょっと冷蔵庫で冷やしてもいいです。鰹節ね、鰹節で、これが非常にですね、この味の決め手となるんですね。 4g ね。で、これがね、何がいいかっていうとね、鰹節ってすごくね、いぶされた香りがするんですね。だからね、マヨネーズを入れた時にちょっと燻製マヨネーズっぽくなるんですよね。それがね、非常に美味しいので、ここに大体大さじ3、これ1、2、3ですね。はい、これでいいです。で、これ混ぜ込んでいきます。はい、そして、和からし大体ね、4、5センチこれぐらいかな。で、これによってね、少しね、このスパイシーさが加わるんで、これもまた非常に重要な味のファクターになります。はい、そしてここに醤油ですね。で、これはですね、和っぽさを引き立てるために香り付けでやるので、小さじ半分で、もう完全にいい感じのポテトサラダになってきますね、これね。感覚的にはね、鰹節たっぷり入ってるんで、ちょっとツナっぽいような感じもします、これは。ちょっとこのままでも美味しいんですけども、カツオはイノシン酸が豊富なんですけども、この中にグルタミン酸が入ってないので、グルタミン酸入れてます。1、2、3。そうすると、イノシン酸とグルタミン酸の相乗効果で非常にうまみがアップします。なんかね、グルタミン酸苦手な方もいらっしゃるんで、これ本当に好き嫌いなんですけども、苦手な方は、入れなくても、この鰹節のイノシン酸の力だけで美味しくなるとは思うんですけども、僕はね、この相乗効果すごい好きなんで、入れます。はい、でもね、そんな入れない、3振りぐらい。はい、じゃあ盛り付け。はい、もう盛るだけです。盛ります。こんなシンプルなんですよ。こんなシンプルなポテサラでね、めちゃくちゃうまいですよ。がっちょり盛ってください、これは。で、かつお節ね。はい、そして最後にこの小ネギですね。小ネギパラパラっと、これで青みが入って、非常にいいからかのいいジャンプ。はい、ということで、今回も究極の和風ポテサラ混ぜる。はい、それではできましたので、食べていきたいと思います。追い醤油しました。濃い味が好きな方は追い醤油してください。取りますよ。節の香りがいいよね。おおほほほ、うまいな。このポテサラは本当に甘みが出た玉ねぎのシャキッと感も非常にいいし、何よりね、このマヨネーズとね、鰹節のね、相性が良すぎ、日本酒いけんな、これ。リュウジママの鮭チュッチュいっていいですか。うんうん、めっちゃ合うよ、これ。これはもう最高のマリアージュだわ、これ。ちょっと待って、味ね、七味香りいいですね。うん、ふわっとした七味の香りと辛みが出て、これはさっき。ということで、達也、じゃあ、乾杯。いただきます。でございます。
うまい。うまいっしょ。かつお節もすごい効いてますね。これは和風っすね。これ最初に来たらもう延々とこれ頼んで入魂ですよ、みんな。なんかね、お通しで頼んでまだ欲しいなと思って単品注文するやつ。えー、最高。じゃあスマブラやりましょう。じゃあごちそうさまでした。ということで皆さん、今日の究極の和風ことはどうでしたでしょうか。本当にこの材料からは想像できない味が広がると思いますので、おつまみにしても副菜にしてもすごく使えるレシピだと思います。ぜひやってみてください。サイズチュー。